新型コロナウイルスの影響が見通せず、来期の予想は未定としました。JR 東日本の2020年3月期決算は、新型コロナウイルスや台風19号の影響で純利益は1984億円余りと、1年前より 32.8% 減少しました。純利益の減少は5年ぶりで、過去最大の落ち込みとなりました。また来期の業績予想と株主配当については、今後の影響が極めて不透明であることから、現時点では未定としました。